はい、こんにちは、サイです。今回は昨日ですね、公式放送が行われていろんな情報が、ね、発表されたんで、僕ちょっと夜勤だったんでね、動画撮れなかったんですけども、見ていこうと思います。まずこちら、パズパズ専用のバッジが登場しますよということで、その内容の方がチームコストが上限が無限になって指が3秒伸びるということで、まあ、既存のバッジのもう完全に上位互換みたいなのがパズパズ専用でね、使えるようになるよっていうことみたいですね。まあ、そうですね、コスト上限が無限になるっていうことで、まあね、その始めたての人とかも、引いたキャラクターをね、全部入れることができるようになるっていうのと、あとまあ、パズルが苦手な人はね、指が3秒伸びてしやすくなる、まあ、ルシファーのね、パズル教室とかもすごい楽になるのかなっていう感じがしますね。まあ、これを広めることで、まあ、初心者とか最近始めた人にパズパズに入ってもらって、っていう、なんかそういう狙いがあるのかなっていう気もしますけど、まあこれは単純に強いなっていうふうに思いますね。うん。次、リーダースキルが一部調整されますよということで、まず固定追撃リーダーの、ダメージ吸収とかだけ、ダメージ向こうを無視して固定ダメージ当たるようになるよということで、これはね、アルジェの固定1000万が、なんだっけ、主典同時の、ダメージ向こうに引っかかるってことが、ね、ちょっと話題になってたんですけれども、それが治るよっていうことみたいですね。はい。ダメージ吸収、ダメージ無効に関係なくここでダメージを与えられると。まあ、ダメージ吸収も無視できるんで、そうだな、例えば、まあ、闘技場1位ぐらいの難易度だったら、吸収とかで全部攻撃、追撃で倒していけるようになるんじゃないかなっていう感じがしますけどもね。まあ、これはちょっとどういう風に攻略に影響してくるのか疑問ではあるんですけれども、はい、っていう感じみたいです。次、覚醒スキルのチーム回復強化と列強化がパワーアップして属性コンボ強化が登場しますよということですね。まずチーム回復強化がもともと 10% だったのが 20% にアップしますよと。これ俺もなんかもともとそんな 10% の時点で弱いっていう感じじゃなかったんだけどもな、強化されるのかみんなは弱いと思ってたのかなわかんないけども、まあ 20% なんで相当強くなりますね。チーム内に5個あれば、まあ、2倍になっちゃうので、これは結構でかいんじゃないかなっていうふうに思います。次、列強化パワーアップしますよということで、元々の、上昇率が 15% だったのが 20% になりますよと。これも結構化けるんじゃないかな、魔導武器とかがとんでもないことになりそうだなっていう感じがするんですけども、はい、名前が変わりますよと。列強化、非列強化、水列強化、まあ、こっちの方が分かりやすいってこれはいいなっていうふうに思いますね。で、新たな覚醒スキルが登場しますよと、属性コンボ強化、同属性のドロップを、2コンボ以上で対象属性の攻撃力がアップということで、そうですね、まあこのアイコンでなんとなくわかるかな、火を分割してね、消していけばその分攻撃力が上がっていくよっていう感じですね。で、同属性でのコンボが増えるごとに段階的に攻撃力が上がるっていうことみたいなんで、これはどうなんだろうな。まあ例えば、火の3コンボ、火の4コンボっていう風にしていけばさらに攻撃力が上がるっていうことみたいなんですけども、ただ気になるのは、例えば、火が盤面に6個あるときに、列を組んだ方がいいのか、コンボで分割した方がいいのかっていう問題あるじゃないですか。あれがこれの登場によってさらにちょっとこう分かれてくるのかなって、列強化まで強化されたんで、どっちの方が火力が出るのかなっていうところがすごい気になりますね。あとこの属性コンボ強化は、そいつだけにかかるのか、チーム全体にかかるのかっていうところも結構気になりますね。その辺はまだ発表されてないのかな。うん。まあ、これを見る限りその辺はちょっと分かんないですね。はい、っていうことみたいですね。で、その覚醒スキル属性強化についての案内があるんですけれども、まず列強化が 20% に上がって、で、ここですね、同一属性の、属性強化スキル5つ以上所持しているモンスターの属性強化スキルを1つ削除っていうふうに書いてるんですね。列5個以上持ってるキャラは全部1個減るよって。で、だからそうだな、これによって、列強化自体の火力が下がるってことはない。例えば列を5個持ってる場合は 15×5 で75だったのが、アップデート後に 20% になって20×5 の100なんだけども、そこから1個減るんで 80% ですね。で、まあ75から80に上がってるんで、一応強化っちゃ強化なんですけれども、ただね、これによって被害を受けるのがエンハンス系ですね。列エンハンス。列エンハンスはもうその数によってその回復っていうのが依存するんで、パーティー内の列の数が減ってしまうことがそのまま弱体化になっちゃうんですね。まあ、そこが、まあ、どう影響するかなっていうところなんですよ。一応、この間ね、カメオ、宝石シリーズのカメオが、まあ、強化されたんですけれども、まあ、それ以外の列エンハンスに関しては多分ノータッチだったんじゃないかなっていうふうに思うんで、
まあ、そのアップデートとか、そのコラボがね、開催されていくごとに、その列強化系のね、エンハンス持ってるキャラは修正されていくのかな？わかんないけど。っていう感じですね。あと、まあ、その、列をいっぱい持ってるキャラクター、もう、7個、8個って持ってるキャラは、それも1個だけ消えるんで、で、その空いた枠になんかまた別の覚醒が入ってくるのかなって、例えば直近で言うと、クリスマスウリエルとかが多分、またね、もうすぐ復刻されると思いますけども、そこで、クリスマスウリエルの列が1個減って、その枠に、例えばスキブとかがついたらね、また編成とかだいぶ変わってくると思うんで、それも結構、うん、まあ、強化と言えるのかなっていう感じですね。その純粋なもう上昇っていう感じではなくなってはしまうんだけれども、まあこれはちょっと今後の攻略に影響しそうだなっていう感じがしますね。はい。で、12月中旬の予定のアップデートとなっておりますということですね。あ、ここに書いてますね。チーム内の属性強化の覚醒の個数で攻撃力が上がるスキルの効果を情報調整って書いてるんだ。全部じゃあ治るのかな？コラボとかあの辺の既存のモンスターに関しても全部上昇されるのかな？何パーセント上がるのかってすごい気になりますよね。そうなんだ。はい、っていうことみたいですね。次、仮面ライダーコラボが復刻しますよということで、これね、結構待ってた人いるんじゃないかなって。未だにその、武器とかでね、現役のやついっぱいあるんで、これはすごい優秀なコラボなんで待ってた人多いんじゃないかな。作品自体のファンもすごい多いんでね。はい。で、新キャラの仮面ライダーセイバーが出ますよと。で、救護進化、これ変身だったかなとか、こんな感じでブレイズが出ますよと。で、仮面ライダーオーズが出ます。オーズは、入手することで、このドロップがね、手に入りますよと。で、3つに分岐進化しますよという感じなんで、これは多分確定かな。確定っぽいな。確定いれば1体は手に入るけども、それ以上欲しかったら、この分岐作るためにね、欲しかったらガチャ引いてねっていう感じになりそうな予感がしてます。はい。次、ツイッターキャンペーンということで、これなんかあれですね、この間の鬼滅の刃のコラボみたいな時のキャンペーンをやりますよと、1万いいねでガチャ1回、10万いいねで確定のガチャ1回引けるよっていうことで、まあ、チェックしておきましょう。はい、来週月曜日から開始ですよと。次、クリスマスイベントが来ますよ。転生クリスマスグレモリー。かわいいよな。まあ、使えてないんだけどな、現状で。使えてないんだけれども、見た目は本当に素晴らしいですね。で、新キャラのクリスマスオシリスとクリスマスタマドラが追加されますよと。で、なんか話によるとこのキャラなんかガチャの最高レアになるらしいですね。ガチャキャラなんだ。なんかタマドラはなんかその辺で取れるキャラっていう立ち位置を個人的には守ってほしかったなっていう気がするんですけれども、はい。クリスマスオシリスタマドラで、これは再来週の月曜日から開始されますよということですね。次、新しい進化情報と能力調整が行われますよということで、これもすでに、実装されていますね。まず進化が追加されるのが、超転生ヒノカグツチ、超転生アンドロメタで、武器化するのが、コットン各種で、あとライダとかのこの魔導シリーズが全部ドットになりますよということみたいですね。能力見ていきましょう。ヒノカグツチの方が神ドラゴン体力ですね。で、ヒヤミで、スキルは2ターン激減の、これ変わってないのかな。リーダースキルが神ドラゴンの HP2 倍、攻撃16倍、ドロップを5個つなげると、固定300万ですね。で、覚醒がバインドスキブプラス7コン2つ、2体攻撃5つ、超覚醒がスキブプラス無効感、毒耐性、帯、何のドロップ。ドロップを5個つなげるんだけども、2体攻撃に特化したキャラクターなんで、ここはちょっとなんか、なんだろうな、強化前のシェアとみたいな感じで若干チグハグしている感じがするんですけれども、まあそのただ追撃の条件がすごい一応緩いっていうのは間違いないんで、まあ楽にね、そのちょっと簡単めのダンジョンを楽に周回するみたいなことはできるのかなっていう感じがしますけどね。はい。炭治郎に入らないんだよな。神ドラゴン体力、そこがちょっとあれかな、水消しちゃうから、セイナにも入らないしな。なんか、すごい噛み合ってない感じがするんだけども、ちょっとあれですね。かわいそうですね。次、超転生アンドロメタ、かわいいですね。神攻撃、水木。で、スキルが火を水、光回復、お邪魔と毒を木に変化。これ確か7ターンだったかな。リーダースキルは水の HP 攻撃 1.5 倍、8コンボで半減。水を5個つなげると9倍の3コンボ加算ということで 13.5 倍出ますよと。なるほど。倍率はすごい低いんだけども、まあ、半減もあるし、コンボ加算もあるんで、まあ、使いやすくはあんのかな。サビマコとか入れてあげると結構機能するのかなっていう感じがしてますね。学生の方がバインド封印スキルプラス7コン3つ、L 字3つ。
手を稼いが追い打ち回復エルジお邪魔くんもダンジョンボーナスですね。次、コットの武器化ですね、首飾りになりますよと。でスキルの方が一旦激減の回復3倍水を引き木を回復に変化っていう感じですね。で覚醒がバインドと追い打ちと泥鏡2つと HP プラスっていう感じですね。で他全部色違いみたいな感じかなですね。そうだな、個人的にいいなって思ってるのは水コットンですね。水コットンをサビマコにつけてあげるとバインドと追い打ちを両方カバーできるんで、サビマコの超覚醒をバインドから別のやつに変えれるんですね。無効貫通とかにしてあげることで正方形の火力っていうのがさらに上がるんで、そういう使い方は結構ありかなっていう感じがしますね。でまああとその火のコットンに関しても、まあ、炭治郎とかはね、その追い打ちのキャラを用意するために、まあ、結構その武器とかでね、追加することがあるんで、そういう意味ではすごい強いのかなっていう感じがしますね。バインドもあるんで、その開幕のね、変身前のバインド体制としても優秀かなっていうふうに思います。それ以外については、まあ、今後次第かなっていう感じですね。まあ、明確に活躍の場っていうのが見えてるんで、まあ、環境の変化次第ではこの辺もね、使えるようになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、次。魔導シリーズのドットですね、ライダの方が攻撃回復スキルが HP 全開の上から2列目と下から2列目を火に変化ですね。なんかサンドイッチみたいな感じになるんですね。リーダースキルがドットのみで組んだら10倍のスキル使用時 2.5倍、25倍、結構強いですね。覚醒の方がバインドスキルプラス7コン、悪魔キラー2個、回復キラー2個、ドラゴンキラー攻撃キラー、昇格性がドラゴンキラー攻撃キラー無効貫通、めちゃくちゃキラーあるやんっていう感じですね。はい、でシャロンの方が、全部色違いの感じで、覚醒だけ変わりますね。バインドスキブプラス7コン、神キラー2個、体力キラー2個、ドラゴンキラー攻撃キラーで、超覚醒がドラゴンキラー攻撃キラー無効貫通ですね。でリーザの方が、全部色違いでバインド耐性スキブプラス7コン、マシンキラー2個、体力キラー2個、ドラゴンキラー攻撃キラー、超覚醒も一緒ですね。次、レイシリーズの方がHP 全回復の左から2列目と右から2列目縦1列を光に変化ですね。リーダースキルが、一緒かな。色違いですね。覚醒の方がバインドスキルプラス7コン、ドラゴンキラー、悪魔キラー、マシンキラー、バランスキラー、体力キラー、回復キラー。超覚醒が神キラー、攻撃キラー、無効貫通ですね。で、最後、ディルシリウスの方が、レイシリウスのスキル色違いで、リーダースキルも色違い。覚醒がバインドスキンプラス7コン、ドラゴン、悪魔、マシン、バランス、体力、回復、一緒かな？一緒ですね。はい、一緒みたいですね。完全に色違いって感じです。で、スキル調整されますよと。火の角土が6ターンになりますよ。タケル、メダ、ペルセウスが、それぞれ1ターン縮みますよっていう感じですね。イラスト。なんかツルってしてるね。まあ、かっこいいね、でも。いいね。厚着なんだけどもこういうところちょっと肌見せてくるっていうこの微妙なね、このエロスがいいですね。はい、ということみたいです。次、既存モンスター毎月パワーアップもありますよということで、今回の対象が星6フェス源がシェリアスルーツ、スクルゾ、ティフォン、超転生が、スサノオ、オロチ、アヌビス、ダンジョンモンスターがバルキリー、ヘル、ベルドールですね。はい、見ていきましょう。まずシェリアスルーツの方がスキルが一旦縮みます。リーダースキルがドラゴンタイプの HP が2倍、攻撃が5倍、4色で軽減4倍、2コンボ加算ですね、20倍出ますよと。なんかシンプルに強くなりましたね。超覚醒の方、覚醒の方がバインドスキブ4つ、封印指、追い打ち、神キラー3つ。強いんじゃないかな。スキル6ターンでスキル4なんでベースとしてもすごいいいなっていうふうに思いますし、これは結構ありかなっていうふうに思いますね。いいと思います。次、スクルド、スキルの方が、遅延が1ターンから2ターンになってロックカージの水木回復陣でスキルが1ターン時に11ターンになりますよと。リーダースキルが水の攻撃が 7.5 倍になって木の HP 回復が2倍、ロロップ5個消しで軽減の3倍なんで 22.5 倍かな、出ますよっていう感じですね。で、覚醒の方がバインドスキルプラス指プラス封印10コン、 LG4 つ、10コンが増えたっていう感じですかね。はい、次、ティフォンの方が、スキルが火水闇回復陣で2ターンエンハンスで火力も 2.5 倍に上がってますね。リーダースキルが
ダラゴン HP 攻撃2倍、6コンボで4倍だったのが8倍になって、回復4つつなげると軽減の、3コンボ加算ということで、16倍。あ、そういうことか。回復4つつなげなくても、最高火力が出るよっていう感じかな。なるほどね。覚醒の方がバインド、列回復、スキブプラス、指プラス、封印、7コン3つ、悪魔キラーと。次、スサノオの方が、スキルの方が軽減率が半減から 60% に増えてますね。で、リーダースキルが、ダメージ軽減の木の攻撃が、攻撃回復が2倍、木の2コンボで、5倍だったのが9倍になってますね。2コンボ加算。ということで18倍出ますよと。まあ、全部軽減しての18倍っていう感じですね。で、覚醒がバインドスキブ4つ、封印、暗闇、チーム HP10 コンボ強化、ドラゴンキラー、悪魔キラーですね。コンボでも火力が出ますよと。で、次、オロチの方が、HP が800ぐらい上がっていて、リーダースキルが水の HP2 倍4コンボで16倍だったのが最高22倍までいきますよと。で、根性持ち。覚醒の方がバインドスキブプラス封印追い打ち10コンボ強化がつきましたよと。で、2対5で4つ。はい。で、アヌビスの方が HP400、防御力300上がっていて、リーダースキルが8コンボでこれが上昇最大10倍、スキル使用時に、回復力も4倍になって、で闇の HP1.5 倍がつきますよと。火力は変わってないけども耐久が上がったっていう感じですね。覚醒がバインドスキブプラス封印指プラスが3つ、チーム HP10 コンボ2個か。これはいいですね。いいと思います。はい、バルキリーの方が HP が500上がっている。で、スキルが、お邪魔毒も変化するようになって4体になっている。リーダースキルが神、回復と神の攻撃3倍、光の2コンボで5倍の2コンボ加算ですね。で、覚醒の方が、HP 強化がなくなって、で、回復の泥強化5つ増えてますね。あ、じゃあ4つか。4つ増えてますね。で、アーマーアナの方が、まずスキルの方が回復お邪魔毒を光に変化して、光ドロップ強化で、一旦光の攻撃 1.5 倍がついてますね。リーダースキルが神回復の攻撃3倍、光2コンボで5倍の3コンボ加算と。で、覚醒の方が、何が増えたかな、スキブが1個増えて、指が1個増えて、7コン、10コンが増えてますね。はい。次、ヘルの方が、闇の攻撃回復2倍だったのが全パラ2倍になって毒無効、そうか、こいつもともと毒ダメージを受けるんだな。で、毒が戻を消すと10倍の固定50万ですね。20倍出ますよと。まあ、結構強いんじゃないかな。で、覚醒の方が、2回攻撃が1個増えて7コンが増えた。で、毒の加護が増えてますね。超覚醒がスキブプラスと毒の加護、バインド、二体攻撃っていう感じで、まあ、バクラーアシストしてねっていう感じかな。まあでも結構その毒消す系のリーダーとしては結構強いんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、バクラーはどんだけ持ってるかっていう話ですけども。はい。で、最後、ウェルドールの方が HP1000 増えて、でリーダースキルが、水 HP2 倍スキル使用時に4倍だったから20倍、めっちゃ上がったな。で、覚醒がスキブが1個増えて6個になってますね。うん、素晴らしい。無課金で6のスキブが取れるっていうのは、これは熱いんじゃないかな。また需要が増えそうですね。はい、っていうことみたいですね。そうですね。まあ、個人的にいいなって思ったのは、ベルドール、アヌビス、まあ、オロチも結構強くなったかな。現役で使われてるんでね。っていうところかな。で、新しい進化は、まあ、そのドット押しをどう取るかだね。やっぱそのドットがたくさん出てきてるっていうのと、その耳飾り首飾りでなんか武器増やしてんじゃねえよっていう声も結構あの質問もこれあったりしたんで、その辺がまあ意見分かれるのかなっていう感じはしますね。あとはまあそうなの、仮面ライダークリスマスがあって、列強からね仕様が変わるっていうところが、まあ今後どう環境にね影響してくるかなっていう感じですね。はい、そんな感じですね。あの、よかったら皆さんの感想も聞かせてください。今この後多分仮面ライダーの情報がまた発表されるんで、それもね動画撮ろうかなっていうふうに思います。ということで、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次動画でお会いしましょう。バイバイ。